はい、ということで、おはようございますですね。今日はね、これ合ってんのかな、ちょっと待ってね、なんかね、携帯見てるんだけどさ、今日はね、9月の21日になってんだけど、これでいいんだっけ。あ、そうだよね、今日水曜日だもんな、21日でいいんですよ。1972年って考えてみるとさ、やっぱり1960年代後半からのフォークブームとかロックとか、日本のロックはとかいう話、感じで、まあ、72年ということになってくると、やっぱり70年ぐらいからですかね、やっぱり海外のロックアーティストがガンガン日本にね、来てライブをやるようになって、武道館で、まあ、それも1966年のビートルズがやっぱり武道館でね、ライブをやるっていうのがやっぱりいろいろ物議かもしれましたけどね、あれからだんだんアニマルズなんていうのが来ましたね、エッグバトンとアニマルズ、朝日の当たる家、ハウス・オブ・ザ・ライジング・サン、英語知ってるでしょこの頃までは英語知ってるんだけど、今全然知らないですね。で、まあ、そういう流れの中でやっぱり、海外のアーティストが毎月のように来るようになったのが1972年ぐらいですかね。それから73年ね、ジェイムス・ブラウン、まあ、あれですよ、70年の万博がやっぱり大きな影響があったんじゃないかなと思うんですよ、ね、それから、その後ね、高度経済成長で、86年までですか、ね、飛ぶ鳥を落とす勢いってみんな焼き鳥にしくっちゃったって、そんな話もあるけども、ね、だからまあそういうような状況の中でね、72年ぐらいからがやっぱりこうすごい時でね、まあ、あとは例えばお芝居、状況劇場とか天井三色とかね、なんかアンダーグラウンドとかね、まあ、いろんなものがまあちょうど出てきた時代で、すごいですよね、だからそういう意味ではね、とてもこう面白い時代だったのかなっていう今思うとね、思うんですけど、まあ、そこから50年ですよ、50周年ね、まあ、田舎にいたんじゃね、なんかこうね、スポーツマン金太郎の世界で、なんか熊とキャッチボールやってね、そして桃太郎と金太郎の、ね、ライバル争いとかね、そういうような、ね、ことなんじゃないかと思うんですけどね、まあ、あの頃の、ね、野球だと太陽ホエールズですよね、桃ちゃんが入ったのが太陽ホエールズで、金太郎がジャイアンツじゃなかったですかねすごいですよね、金太郎の、ね、キャッチャーが、ね、熊さんだったりするわけですよね。言ってこうなんていうの平気でね、漫画ですからね、寺田裕さんの漫画ですから、平気でね、後楽園球場でね、まあ、今の東京ドームですね、東京ドームのちょっと横なんですけどもね、後楽園球場というところですね、でそこで監督がやっぱ熊とかの言葉が分かるんですね、で熊ね、キャッチャーですから、金太郎が投げるときにキャッチャーですから、だから、だからバッティングもできるんですね、熊ってね、すごいなと思ってね、やっぱそこが漫画で面白さですよね、夢がある、夢ですかね、なんでしょうかね、なんか、熊がキャッチャーやってると、体大きいからいいかなみたいなね、まあ、そんなことをこう思いながらも、まあ、あの頃は週刊誌でしたよね、多分ね、鉄腕アトムとか鉄人28号になってくると、少年月刊誌なんですけどね、スポキンは確か、サンデーみたいなことかな、マガジンじゃないですかね、マガジンの方はもうなんていうか、あのあとね、70年代ちょっと手前ぐらいからね、横尾忠則さんが表紙やったりとかね、もうとにかくすごい、なんかこうあの頃のだから少年っていうのはわけが分かったですね、はっきり言ってね、なんかこうね、横尾さんの表紙で巨人の星がねだったよな多分な、それから明日のジョーのね、力士の葬式が少年マガジンに出てたりとかね、わけが分からなかったんですけど、で、ね、なぜ頭に少年がつきますからね、少年マガジン、少年誌ですよ、少年誌でね、そんなことやってるんですからね、だからあの頃の少年を乗せていたのかどうか知らないですけどね、まあ、そういうような流れ、だからもうそれ50年前ですからね、もう今、ほとんどだから知ってる人がいるかどうかっていうのは分かんないですけどね、まあ、大体年寄りはみんなバタバタと亡くなっていくっていうのが、これまた当然のね、世の常ですから。まあ、そういう面でね、なんとかこう頑張れる時代のいいものとかね、そういえばこの前、ギリアクさんですね、ギリアク尼崎さん、六角街商店街ですか、ね、あそこに行って、横浜のね、見てきましたけど、92かな、92か91なんですけど、でいろいろ病気してたりなんだりして、でもすごいなって、そういう年までこう、公園をね、ちゃんとまあ、工業、まあ、フリーですからね、工業っていうのは成り立たないけども、やっぱおひねりとかビンビン飛んできてね、みんながやっぱり見てるんですね、みんながね、もう真剣になって見てるんですね、ギリアクって言ってね、本当にだから、そういうこうなんていうの、イベントとかショーみたいなものも最近はもう減ってきてね、やっぱり50年経つとそうなるのかなと思うんですけど、やっぱりそういうものがちゃんと残ってて、やっぱり嬉しいなと思ってね、僕も行ってきましたけどもね、雨、台風がどうのこうのみたいな話でどうなるか分かんなかったんですけどね、でそこでやっぱり雨とかが降ってきてね、つるっと滑ってね、転んじゃいましたよね、久しぶりに転びました、
まあ、最近はね、昔ポスティングのバイトやってたところなんかはね、もう本当によく転んでて、で、まあ、大体ジーパン履いてるんですけどさ、そのジーパンがさ、アスファルトと接触して、大体破けるんですね。昔はやっぱ子供の頃っていうのはやっぱりジーパンでね、まあ、すごく転びましたよ。子供の頃っていうのはね、もうなんかその、なんていうの、道なき道を走り回るっていうか、頭なくね。なんか結構転んで、まあ、大体膝こそいつもかさぶたつけてたんですけど、まあ、ある程度大人になってからね、うん、そうだな、やっぱり目が悪くなった時にやっぱり結構転ぶようになって、で、その時はまだそうでもなかったんだけど、なんかね、転ぶとやっぱりね、なんかこう、毎回ズボンに穴が開くようになってね、ズボンっていうか、まあ、その作業用のズボンもそうだし、普通のスラックスもそうだし、挙句の果てにはね、で、まあ、最終的にジーパンは大丈夫だろうと思ってたんだけど、ジーパンがね、なんかすごい弱くなったみたいな感じがするんだよね。だから70年代初期の頃のジーパンっていうのは、1回、2回転んでも全然平気だったような気がするんだよね。まあ、大体膝に穴が開くなんてことはよっぽどじゃないとなかったと思うんだよ。あんまり記憶ないんだけどさ。で、転んでなかったかったら、結構転んでたんですね。ね。コロンブスって言ってね、転んできね、あの青あざとかつけたコロンブスですね、で、まあ、そんな感じでね、よくね、もうね、そんなにね、ズボンとかもたくさん買えないし、ジーパン高いしさ、ね、あっという間にね、ジーパンなくなるんですよ。穴開いたの履いてあってね、履いてたりしてさ、まあ、その頃はとても穴開いてるジーパンを履いてるのが結構流行りだったりしてさ、ね、こっち仕方なく履いてるのにさ、かっこいいとか言われてね、ありがとうみたいなね、まあ、そんな感じでね、でも本当にね、もうこのジーパンが破けちゃったら、もうどこにも行けないとかね、TPO とかあるようなところはどこにも行けないとかね、やばいやばいとか言いながらね、転びまくってましたけどね、あの頃はでも本当にちょっとしたね、段差なんかはやっぱりピョンと飛ぼうとかって思っちゃってね、で飛んだはいいんだけどバランス崩しておっとっとっと穴開いちゃったみたいなね、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、それからまあ、あんまりね、気をつけてたら転ぶことはなかったんですけど、たまたまね、雨のところでね、やっぱりほら、商店のフロアっていうのはなんか結構かっこいい、フロアが多いじゃないですか。あれ滑るんだよね。だからよく雨の日なんか、足元にご注意くださいなんて書いてあってさ、で気をつけてたんだけど滑っちゃって、あそうかそうか、あれ今回はね、電車ね、で慌てて電車に乗ろうとしたんだよね。もう、ビリ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 なってましたからね。ビリビリってこともないかね。で慌てて乗ってね、どこに行くのか分かんないのと、あとなんて言うんだろう、急行とか各駅とかいろいろあるじゃないですか。とにかく乗れってね、乗っちゃったんですよ。で、その時に慌てて乗ったからね、足がつるっと滑ってね、膝から落ちたんね、で、いてーとかって思ってて、まあなんとかなったんですけどね、あれが17日でしたっけね、何日なんですけども、まだね、青あざ残ってます、膝のところにね、やっぱりダメだね、やっぱりね、治りが遅いですね。で、まあ年食っちゃったから、治るのにちょっと時間かかるだろうと思ったらさ、ね、延々と青技がまだ今も、残ってるの。あれ金曜日かなんかなんだっけな、で土曜日だっけな、17日って何日だっけな、じゃあ17日って何曜日だってね、ちょっと今見てみましょうかね、カレンダー、土曜日だ、もう 1,2,3,4 日経ってるのに、ね、今日は21日ですね、そうです、21日、そうか、22日じゃないのか、21日なんだな、なんかね、なんか最近こう、というか、ね、そのギリアクソンの六角街商店街が、ね、17日の土曜日だったんだけど、木、金、土と、3連チャンで、ね、ちょっと撮影とかやっててね、5月にね、3連チャンやった時には本当にくたばったのよ。やばいなぐらいのくたばり方って。でそれから、2回というか2連チャンはやっても3連チャンは絶対しないように決めようと思ってて、そしたら17日で3連チャンになっちゃったからさ、でやっぱりギリアクションだったらしょうがないでしょ、ね、ただ9月じゃん、ね、俺10月だと思ってたんだ。毎年ギリアクションってさ、新宿とか横浜でその時期にね、公演やるのよ。であと、まあ、例えばその、毎年のようにね、例えば函館とか札幌とかいろいろあるんだけども、だけど、去年はね、コロナの関係もあってなかったんで、おととしが横浜の桟橋でやったんですよね、で去年はね、コロナの影響でなかったの。だから大丈夫かなと思ってたんだよね、ギリアさんも年だからさ。だけど、今年5月に、6月だったかな、5月だったかな、ね、札幌の方でやったんで、あ、今年はもしかしたらあるかもしれないと思ったらね、あったんだよ。でそれが六角街商店街っていうね、ところでね、で
まあここの町もすごい面白い町でね、初めて行ったんだけどすごく良かったんだよね。うん、だけどやっぱり10月じゃないかと思ってたんですよ。だから安心してたら安心してね、第3木曜日金曜日とダンスとそれからオープンマイクがあるので、それもまあ一応レギュラーというか、まあ、予定してたからね、入れて、ただ今度土曜日にそれがあるって言うんですが、3連チャンはきついよなとかって思ってて、でもまあ木金とさ、それが当たり前だったから木金しょうがない、どうだって言ってね、どうだどうだって土曜日ね、行ってたんですけど、やっぱりね、体調良くないね。だからまあそんな感じでね、まあ、今週もっていうか、なんかあんまり体調良くないんですけど、ただもうね、予定は今のところないですよね、今月の予定は。だからなんかあっても一つぐらいだから、まあ、それは大丈夫かなと思いながら、なかなか回復しないなとかね、思って、ね、いるんですよ。で、やっぱりね、もう年だからね、そんな動かないっていうか、無理しないみたいなね、まあ、そういうのがやっぱり大切かなみたいなのがあって、なんかいつまでも若くないよみたいなね、そんな感じですけども、まあそれでもね、なんかこうやっぱり大変なんですね、生きていくのは大変ですね。でまたね、おかげさまでね、9月は俺の誕生日あるからね、でまた一つ年を取っちゃったからね、もう残りのことを考えたら、まあ、できるだけストレスためないように無理しないようになんて思いながらね、本当にこう本当にね、もうどうしたらいいんでしょうね、本当に。でね、やっぱりその若い時に考えてた、ね、こととやっぱり今とはまた全然違っちゃってっていうのもあるんですよね。世の中とかね、世相とかが違っちゃってね、あれとかって思っちゃってね、これだと、だからほら若い時とかいろいろ考えるじゃないですか、素晴らしい世界っていうのは、いつはワンダフルワールドっていうのはどういう世界なのかなとかって考えるじゃないですか、全部外れたからね。でまあそうだよね。だから本当にそういう意味ではね、なんか結構、なんかこの年で引きこもりやってたら全然かっこ悪いよね。かっこ、かっこの問題じゃなくて、だけどね、本当にもうどうよっていう感じのね、全然僕が考えてた常識と違う。例えばさ、僕らの頃ってのはだいたい歩行者が、ね、右側を歩くって決まってたんだけど、今もう右側歩いてたらね、対向車とガンガンぶつかるんだよね。対向車だから俺から寄せれば左側を歩いてる。で昔はさ、なんで右側を歩くのかっていうと、車がね左を走るから、要するにその見えるところから車が見えるって言うんだよね、だからもう左で車と同じように左を歩いてたら車が後ろから来るのが分かんないでしょっていう話。ああ、もうすごいそれ理解できると思うんだけど、今はもう全然違って、駅でも左側通行ですって書いてあるところがあったりする。右側じゃなかったのって、まあいろいろ場所によってはさ、右側歩きにくくて左側の方がいいみたいなこともあるんだけど、なんか知らないけど突然ね、でさ、人がいないとこだったら全然いいと思うんだけど、まあ人がいるね、東京の街の中とかさ、ガンガン左で歩いてるんですよ。だからもう俺が右側歩くっていうか、子供の頃から右側だったから、やっぱりこう知らず知らずに右側歩くんだけど、危なくしょうがないんだよね。まあ自動車とぶつかることはないんだけど、人間とぶつかる、どう、確かに子供の頃はね、学校でね、おまわりさんがね来て、子供たちは歩行者は右を歩いてくださいという、そういう講習があったはずなんだよね、っていうか記憶にはあるんだ、ね、それなのにね、なんだかよく分かんなくなってきてるっていう、そういうことがいろいろあって、こうだろうと思ってたことがさ、全然なんか今は違うみたいなね、おかしいよね本当に。まあそれはまあ現実に合わせて違ってきたのかもしれないなっていうのもあるから、一概に何とも言えないんですけどね。ただやっぱり、そういうことでね、全然分かんなくなってるっていう部分もあってね、まあなんかついていけないなみたいな部分もあって、やばいって、まあ、年寄りはおとなしくしてましょうとかね、まあいろいろあるんだけども、なんかね、住みにくい世の中は昔から変わりませんけれどもね、まあそういうようなことでね、なんかこうブツ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 やってますけどね、まあ一応なんかこうお前が悪いみたいなね、みたいなね、こっちは隅でコツコツやってるだけな話なんだねと思って。と思ってんだけど、そんなところでやるのはお前が悪いと、あすいませんみたいなね、そういうことが結構多くなってきたなという、これもやっぱり時代の流れというかね、そんなことじゃないのかななんてことをふらふら思いながら、ね、今日もまたね、児童公園でね、あそこにもベンチがあったんだ、まあ、最近ほら公園ってなかなかベンチがないじゃないですか、
ね、だから本当にそういう意味でもね、結構、昔は公園でね、まあのんびりすると休むっていうかな、例えば商店街なんかでもさ、なんかこうベンチが置いてあって休んでくださいみたいな、なんか最近ピアノ置いてあるみたいですけど ね、誰でも弾いてくださいみたいなピアノ置いてあるところがあるんですけど、意外とベンチが少なくなって、で公園もなんかやっぱりベンチはあるんですけどね、間に肘掛けが入ってたりとかしてさ、なんかこうね、なんかこうそこで横になったりなんなりできないようになってね、それはベンチは横になる場所じゃないですって言われるそれまでだけど、なんかね、なんか将棋盤みたいな椅子のところに座ってさ、荷物は全部地べたに置くとかね、なんかよくわけわかんないことになってるんですけど、それがまあ今の時代なのかなというようなことも思ったりもするわけですけどね、まあとにかく人がいっぱい多いと何が起こるかわかりませんからね、やっぱりそこら辺のところはちゃんとだからこういろいろとね、周りを見ながら考えなきゃいけないところじゃないかなと思ったりもするわけよ。で今日はね、これは何て言うんだろう、京急かやっぱりね、京急、そうだ京急だ京急だ、京急のさ、線路があるところでね、たまたま人がいないっていうか、結構ねいろんなとこ回ったらね、今日結構風が強いよ、まあ結構ね、こうやって収録するときは風の強さっていうのは結構風がねボコ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 言うからね、風がちょっと心配なんで、あちこち回ってて、まあ小さな公園だなんだけどね、一応児童公園っていうところでね、でも本当にね、いろいろなんかこう難しいよね、やっぱりこう時代とさ、決まりと組織とかっていろいろこう整合性を取っていくのは本当難しいと思うんだけどね、いやなんとなくこう、あとね、最近はもうなんていうかもうめんどくさいなって人がすごく多いんでね、嫌になっちゃうんだけどね、まあと言いながらこうやってビチビチやってるわけですけどね、だから俺でもね、今月、9月はこれが2回目なんだよ、ね、全然やってないよな、2回目で今日が、何日だっけ、今日が、9月の21日になるんだよね、で21日経ってんのに、9月21日経ってんのに2回目なんかね、本当にね、平日は毎日やるぞとか言ってたのが全然もうタラーっとしちゃってね、まあでも体調もやっぱり悪いやな、なんだかんだ言いながらね、というかね、もうなんて言うんだろう、先読めないですよね、もうね、いつくたばるかとかね、そんなこと平気でなんかこう思っちゃう、そういうなんて年になりましたねね、まあまだ大丈夫だろうと思ってやってたんだけど、意外とやっぱり、なんていうの、年を取るのが早かったなみたいなね、これからいかにこうのんびり何もしないで時間が、ね、生きていけるかどうかってことですよね、なんかやっちゃうとさ、やっぱりそれなりにこう疲れたり調子が悪くなったり動けなくなったりってね、で体がやっぱり一番問題でね、まあ最近はやっぱり目がやっぱり弱くなったりさ、まあ目は昔からだけどね、最近はちょっとこう緑内障ってやつね、緑内障ってやつが出てきて、でも本当もうね、年寄りってのはそんなもんですよね、でまあさっきも言ったようにバランスというか転びやすいしね、だからなんとかこうそういう分かるところはね、やっぱりこうなるべく無理しないようにってやってんだけど、ついついね滑っちゃったりとかねするわけよ、ね、だからまあそれとあとやっぱり心臓だよね、やっぱりまあ心臓の手術もしたしね、でやっぱりコロナの影響でやっぱマスクか、マスクしてるとやっぱりまあね、心臓の手術するときに先生に言われたんだけどね、お前タバコの吸いすぎってね、だからねどうなんだろうな、やっぱり年食って影響あるんだななんて言われて、そこをなんとかやってくださいって言ったら先生がなんとかするよって力強く言ってくれたんでね、まあ安心してたんだけど、やっぱり息苦しさってのがだんだん出てくるね、でやっぱりその手術なんてのは人間が手を尽くすわけだから、やっぱりそんなにね治った完璧って言ったってね、やっぱりその時はもう完璧だったろうけど、やっぱり何年か時間が経つとやっぱりボロボロになっちゃったりするじゃん、よく建物なんかはさ、ね、何十年しか経ってないのに老朽化とかね、100年も経ってないのに老朽化しちゃって、どれぐらい持つんだよとかね、あと人間もそうだけど、あと機械類とかね、本当にすぐ壊れて寿命ですよとか言われて、はあ寿命ですか、僕も寿命ですかって言ったら、いやまだ大丈夫ですよ生きてるからみたいなね、いや死んじゃったらもう、とにかく死んじゃった時に寿命ですよっていうのはまああるかもしれないけど、でも本当ね、そういう意味で、ね、あんまりこう先のこと考えてもしょうがないなっていうね、まあ、そういうようなこともあってね、だからといってね、もう今がいいんだよとか今だけなんだよなってね、人生は今だけなんだよなんて、そんな感じにもならないし、やっぱりこう難しいんですよね、どうするかって、ただやっぱりね、こうやって考えてみると、やっぱりそのいろんな制度っていうのはやっぱりね、必要なんだなって思ってもらって、いや法律の問題じゃなくてね、心の制度みたいな、やっぱり宗教だとかそういうものかもしれないです、まあ
まあ、あんまりね、俺なんか本当にパタッと止まったらそれもだからね、あいつ最近見かけないな、うん、亡くなったんじゃないの、あーで終わっちゃうんだよな、うん、まあまあそれでいいんだけどさ、ね、どうせ流れもんですからね、だけどやっぱりそうばかりは言ってられないしね、だからまあここで突然こうバタッと位置持ってここに座ったまんままるで寝てるようにはいいんだけど、あと大変だよねみんなね、なんかそういうこと考えたらどうしたらいいのかなみたいなね、うん、まあなるべくこう迷惑かかんないようにね、とかまあいろいろ考えちゃうわけですけど、ただやっぱり自分が考えてたのはやっぱり70ぐらいまではね、まあなんとかと思って、それから少しずつ多分だから就活じゃないですけどもあるよなとかって思ってたんだけども、それがねまあ大体ここ 4,5 年で前倒しされちゃったみたいでね、おいや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 みたいな感じでね、どうするかみたいなね、うん、まあだからまあそうやっていろいろ考えてね、やっぱり3年おきぐらいにちょっとこういろいろとね修正していこうっていうことでさ、うん、だから65過ぎたね、65老後ですよね、老後過ぎて65、66、67でこう最初の3年間、それから68、69、70で次の3年間、だから今老後のパート2なんですよね、うん、でもなんかもう少し余裕あるかと思ったら意外となかったりとかね、いや先のことはわからないよはっきり言ってねだけどなんかもうやっぱり老後なんだなっていうのは、まあ、最近よく実感してて、まあ、それとね、あとね、やっぱり最近のね、機械類っていうのはすぐ壊れるからね、なんていうんだろうな、あれがあるでしょ、炊飯器、だからね、今炊飯器どうしようかと思ってんだよね、まあ一応買わなきゃしょうがないかなと思うんだけど、炊飯器がね、まあこの前中古で買ったんだけど4年しか持たないんだよね、で、50年前にさ、買った炊飯器っていうのは20年ぐらいは持ったんだよ、25年ぐらいか、まあとにかく壊れなかったね、その代わり単純、ご飯炊くだけなんかこうおかゆが炊けるとか何があるとかね、あと保温がどうしたのか何にもついてない、だけどねやっぱり20年30年持った電、冷蔵庫もそうです、それからあと洗濯機、うん、だから本当にねそういう目で昔のやつは持ったから俺もその気でいたんだけどさ、まあ今回ね、中古の炊飯器なんだけどね、まあだからその前に何年か使ってたのかどうか分かんないけども4年ぐらいしか持たないね、ね、で何がすごいかったらゴムのパッキンがついてるでしょ、あれがボロボロになってる、やっぱりね今住んでるところってやっぱり海側ですからね、やっぱり潮風とかそういうことがあるのかなって、この前さプラスチックね、この前って2、3年前かな、2年ぐらい前か、外にね物干し洗濯物置いてたんだよ、だから洗濯バサミがさもうすごいパリパリになっちゃってね、すぐね割れるので、プラスチックなんだけどさね、さすがに腐りはしないんだけどなんかカビカビになっちゃってさ、これやっぱり塩分のせいかなとかって思いながらね、いやまずいねってね、だってプラスチックなんか何十年だってプラスチックでさ、そこら辺転がってたのにこうなってんじゃない、でなんか捨てられなくてさ、なんか持っててさ結局何も使ってなくてさ邪魔だみたいなね、そんなプラスチックがゴロゴロ残ってんね、木だとかだったらある程度さまあボロボロになるじゃないですか、プラスチックはならないと思ってたんだけど、まああれもやっぱりなることはなるんだな、でまあそういうことでやっぱり洗濯の、ね、物干しとかさ、ああいうのってまた買い直したりとかしてさ、100円ショップとかでな、洗濯バサミとか今ね洗濯バサミがね20個30個ついてね、49円っていうのが一番安いんだよでまあこっちもほらなんかこう金かけるものには金かけたいけどさ、やっぱりね変なものにさ金かけたってしょうがないじゃないですか、だからそういう生活必需品にはなるべく安くしてね、もうなんでこんなものに金かけるのかよみたいなところに金かけたいんですけど、もうその生活必需品が全然さ安くないんだよね、安くないし、そういうふうに簡単にぶっ壊れるようになったんだよね、で、高いいいものはさ大丈夫なんだろうと思うけどもさ、なんかとてもじゃないけどなんか 50% ぐらい高いんじゃないのって、ね、1万円ぐらいのものがさ1万5千とか2万円ぐらいしてさ、それが当たり前って顔してるんだよね、で、なんだ中古屋さんで買ったりなんなりしても値段結構高くてさ大丈夫かよみたいな、だから逆に言うと中古屋で売ってるってことはさ、で値段が安いね、新品買うよりも値段が安いのはいいんだけど、だけどね、中古屋で買ってさなんかこうすぐぶっ壊れるようなものをさそんな値段で買ってもって思うじゃん、もっと安くしろよみたいな、で需要と供給のバランスもあるしね、だからもう本当にね今難しいのよ、っていうかなんて高いものばっかしかないんでね、中古もそうだけど、うん、だからあとねそう炊飯器なんてもう本当に10年に1回買えばいいぐらいなもんだったんだけど、今やもうねどうすればいいのさこの私っていうね、そういう感じになってますよ、うん、しょうがないっちゃしょうがないんだけどな、そういうだからまあ時代からしてそういう時代になってきたんだな、
やっぱりいいものは高いっていう当たり前のことは当たり前のことなんだけど、いいものを安くっていうものは本当なくなっちゃったね。安かろう悪かろうですよね。だからね、だから今日もまあちょっと時間あるのかないのか分かんないんですけどね、そういう家電のね。で今この1年ぐらいだけども、やっぱり家電の商品が品薄だった話ね。まあコロナの時もそうだったんだけどさ、コロナの時はほら なんだっけ、ルームワークって言ったっけ、会社に行かないで家の中でね、仕事をするので、要するにそのズームとか使ってさ、配信でね、テレビ電話でやるみたいな話があって、ウェブカメラがもうほとんどね売り切れもうなくてさ、で在庫が入らないんでやばいっすよみたいなのを散々聞いてて、なんかねそういう風にまあ、知らない間におかしくなってるっていうことはすごく多くて、もう工場とかほとんどね海外に行っちゃってるから、もう完全に疲れがまたするわけだよね。俺はコロナのマスクもさ、もう全然品薄でさ、どうするんだどうするんだって、そんなものもないんだみたいなね。で普通だったらさ、そういう時ってさ、どっかが頑張ってねマスク作ったりするわけじゃない。でシャープが作ったんだけど、ね、マスク作りやりますとか言ってんだけど、シャープのマスクなんか見たことないもんね。なんだあれね、結構ねシャープマスク作るのすごいなとかって思ってね、シャープのマスク欲しいなと思ったんだけど、まあただ欲しいだけの話で、ね、使ってどうのこうの、使うために欲しいんじゃなくて、シャープって名前が入ってる分だけちょっと欲しいなとか思ったんだけど、全然どこにも見かけなかったんだよね。ただなんか抽選でやってるみたいな話で、今もやってるのかしら。まあニュースがほとんどないからね、まあそれはそれでもうしょうがないんだから。だから本当にね、品不足っていうのが目の前にねぶら下がってますよ、いろんな意味で。俺の iPhone だってね、買った時もそうですよね。でも iPhone じゃなくて Android なんだけどさ、川崎ラゾーナ行ってね、いろいろ話を聞いて、じゃあもう、ね、今一応手元には携帯があるんだけど、携帯もこれ使ってないので、ただ機械が動くのでね、スケジュール帳とかそういうものは携帯で、時計代わりとかそういうのではね、この携帯も持ってるんですけど、もう電池ももういっぱいいっぱいだし、接続機とか充電器ももうガタガタだし、まあそんな長いことないだろう、でも頑張ってくれる。でこれもこれもシャープなんだけど、なんともう2008年ぐらいだから、今14年ぐらい使ってるんですよ。だからもうカバーとかがボロボロでね、やばいんですけど、まだだから使えてるんです。でもこれ新しいやつだったらもう使えてないんじゃないかなと思うんだよね。まあ携帯で電話できないけどさ、でもうね、一応去年の暮れにね、iPhone にしたんだけど、その時はね、最初 iPhone 高えなと思ったんだよ。4万だか5万だかするって。で分割だからね、まあそんなに36回とか、まあそんな気にならなかったんだけど、だけど結局いざ買う段階になったら iPhone が、その iPhone がない、ね、でそれで Android ならあるんだけどなって、別にどうでもいいでしょそんなものはと思ったから Android 買ってたんだけど、 Android 2万円だって、もう3倍ぐらい値段が違ってさ、あ安くてよかったとかって思ってんだけど、でもやっぱり携帯電話にやたらないパソコンのインターネットとかなんとかついてさ、あればついつい見ちゃうんだけど、必要ないよね、うん、この前インスタグラムやった方がいいとか言われてインスタグラムやったんだけどさ、ね、で携帯でいちまちまね、テキスト打っててもね、もう0時間かかんだよ、下手したらね2行ぐらい打つのにさ、ね、30分とか20分かかんだよ。もう慣れれば大丈夫でしょって言ってさ、そんなもんインスタのためにさ慣れたいと思わないのかな、だからさ、それ考えたらさ、もうどうしようもないもん、早い話が。で時間ばっかり食ってさ、で意外とさ、iPhone とかさ、画面がね綺麗だななんていう話があったじゃん。あれ嘘だってね、1,000何百万画素しかないんだよ。で iPhone の画面とかちっちゃいじゃないですか、だから綺麗に見えるんだけどさ、パソコンでさ見たらさ意外とね大したことないんだよ、うん、だったらやっぱりパソコンでね、デジカメで撮ったやつをパソコンでね加工したりなんだりした方がよっぽどいいなっていうね、まあそういう感じでね、なんだそういうことかみたいなね、うん、でも逆に言うとそうだよな、そうなってくるとそうなったで、携帯なんかどうでもいいんだけども、やっぱりカメラ欲しいとかね、もっといいカメラ欲しいとかね、本当に思うよね。まあそんな金ねえし、まあだからなんとか無理してって、なんかできる範囲でね、自分ができる範囲で無理して少しでも綺麗にするっていう、まあ、方法だよね。だからごまかし君なんかもそうだけど、本来だったらね、家の中でさウェブカメラで配信したいわけだけど、できないから仕方がないからカメラでね、撮って、録画配信みたいな形でね、やってるわけだよ。これできないからやめたっていう気にも一瞬なったんだけど、いやそれは違うでしょ、ね、なんとかしてやれればなんとかしてやった方がいいよねっていう話でやってたんだけどね。今本当にこうだからもう録画配信始めてからさ、一番の敵は風。
まあカメラ自体もそんなにね、いいカメラじゃないから、付属でね、フードつけるとかそういうことがあんまりできないちっちゃなカメラだから、まあまあそれで十分かなっていうか、まあ、ね、欲を言えばもっといい画質のいいカメラが欲しいなっていうのはいっぱい、 4K とかね、うん、だから本当にそういう面では、まあだからやっぱりいいカメラは高いっていうね、そこだよね、うん、だから高いカメラを買えばそれなりに綺麗に映るって、そこだよね。まあいいんだけどさ、そんなことはどうでもね、まあやれる範囲でやって、ね、いいじゃないですかね、うん、まあということで、まあいろいろやっててね、うん、今日はだからこれから、今まだ蒲田にいるのかな、そう蒲田にいるんだけど、これからやっぱり家電屋さんに行ってちょっとこう炊飯器見ようかなみたいなね。あとあれやな、そろそろさ、髪の毛も切りたいよなと思ってんだよ、めんどくせえ長いのが、もっともっと長くなってしまえばそれそれでいいんだけどさ、なんかめんどくさいんだよな、いや長い方が好きなんだよ。そのこと言ってもしょうがないけどさね、そんなところで、まあそんなこんなで、まあいろいろあるけどさ、まあとにかくちょっと風がね問題だけど、まあなんとかなるといいなと思ってます。9月入って2回目、すごいな、これボツになったら泣いちゃうよね。今日は9月の20何ですか21日だっけね、9月21日です。いやー本当にね、まあできる限りたくさんやりたいし、まあ、こんなことやっててもしょうがないってしょうがないだけどね、まあでも時代が変わりすぎてもうはっきりとついていけない、それでいいやみたいなね、うん、でもやっぱりね、最低限はちゃんとねやっとかなきゃしょうがないから、と言いながら、ね、今日もこんな感じで、まあ、今日の公演は多分初めてだと思うね、まあそういうこと、近場だけどもね、ここはなんかいつも人がいてね、あれだったんだけど、今日はほとんどいなくて、まあ、早い時間だったからかもしれないけど、まあそういう感じでなんとかできたように思います。はい、ということで、うん、まあ、とにかくね、バタバタしないでのんびりする、マイペースっていうのがやっぱり一番じゃないかっていうのが、なんとなくね、ただなんかマイペースでやっててもさ、なんかこうせっかちだからね、そこが問題なんだよね。ね、もっとスローペースでねやった方が絶対いいんじゃないかななんて思っちゃったりもするわけね、うん、ということでどうもありがとうございました。そういうことでまたね、ごまかし君だよりガンガン行きますので、よかったらチェック入れてください。はい、それでは、おやすみなさいです。グッドナイト。ではでは。